はい、こんにちは。今日は、フォーム構築にあたっての、逆もまた真なりというテーマで、お話ししていきたいと思います。ネット社会の中に、いろんな動画が上がっています。有名なアカデミーの先生の動画であったり、たくさんビリヤードの教本的な動画がたくさんあります。それはそれで確かなんですけども、逆もまた真なりということわざがある、ということで、私はゴルフのレッスンプロから始まって、40年間、レッスンの仕方という研究をしてきました。その中でビリヤードも15年間、人間工学的考察という考え方で、体の動きとフォームについて研究をしてきました。なぜ、去年ですね、69歳の時に、YouTube のチャンネルを立ち上げましたが、なぜ、名もない一老人がチャンネルを作ったかというところが不思議であろうと思います。これはレッスン家業、ゴルフのレッスン家業から始まって、教え方の研究というテーマで人生やってきましたので、自分が上手くなるための練習とかっていうのはしたことはないんです。で、若い方たち、最初の3年間は自分で練習して、レッスンプロの資格を受けるまでの、基本スキルは練習によって作り上げました。そこから先は、後輩たちにどう伝えたらいいのか、どういう言葉を使えば伝わるのか、というようなことの研究をしてきたということで、おおむね、ビリヤードのフォームについての、理論付けというか、立証見分が、おおむね終わったので、これは、残しておきたいなということで、概要欄にも書いてありますけども、チャンネル立ち上げました。で、今日のテーマなんですが、逆もまた真なりというテーマのお話の今日は、グリップについて、スタンスについてもそうですし、グリップについてもそうですし、目の使い方についてもそうです。本当に世の中に有名な方たちが、世界の名だたる方たちが、いろんな情報を流れてます。その中で本当にそれだけなのかというところが、私のレッスン環境の、テーマなんですね。なぜかというと、その人はできてもこの人はできないや。または、その教本通りにやってるプロが、いない。少ないとかっていうような見方をしていくと、必ずしもその教本通りではないというようなことに、ぶち当たります。なので、それがなぜなのかということの研究をしなければいけないということなんですね。ですから、私はレッスン側の考え方で生きてきたので、
自分が下手になることは全然怖くないんです。なので、真逆の研究も平気でやります。まあその結果は現在に至って、まあ、ボーラードのアベレージ220というところの基本の部分だけは身についていると思っています。ただそこから先のトッププロとか、トップアマとかいうような心の話ではありません。今日は初中級の皆さんが、何かの勘違いであったりしてるところが、まあ、そういう方たちのための一例をご提案したいということで、チャンネルがあります。なので、まあ、概要欄にも書いてありますけども、私がいろいろ研究してきていることというのは、チャンネル内に見てもらったらわかりますけども、ビリヤードの話というのはほとんど出てきません。要は人間の体の動かし方とか、動きについての話がほとんどです。なので、ビリヤードの話ということよりも、人間の体の動きについてのメリット、デメリットというような会話をしてきています。その中の今回同じようなテーマを、まあ、言い方を変えて、今回お届けしようと思っています。要するに、役もまた好きになりというテーマです。アイスイッチ理論っていうのを普段からよく言ってますが、このチャンネル見ていただいている方はもう、何度も目にしていると思いますが、そのアイスイッチ理論っていうのも、逆もまた好きになりというところ、右目で見るのか左目で見るのかというようなところの意味合いがあります。その次に、今日はグリップの逆もまた好きになりというお話をしたいと思いますが、まあいろんな有名な、プロの方たちのお話、グリップのお話で、人差し指とでこうつまんで小指側が一回外れると、で握り込んでいくという動き。テイクバックがあって、フィニッシュ。テイクバックがあって、フィニッシュ。という言い方が、まあ皆さん一般的に多分これを信じてやってらっしゃる方が多いと思います。ですが、世界のトッププロたちの中に、その形じゃない動きをしているプロが、トッププロがたくさんいるわけですね。ですからまた逆もまた好きになりということなんだろうという研究を私はしています。まあセンターショットを2、3本お話しします。小指側が外れて握り込む。ファイナルテイクバック、フィニッシュっていうんですか。テイクバックが終わってフィニッシュっていうことになります。これの、まあ、センターショットをやったとします。これ今、人差し指と中指、前側ですね、前3本側、親指と、これを使ってます。はい。このグリップがあると。いうことなんですが、はい。この真逆があるよということです。今今度真逆をやります。小指側と薬指側を特に握ってます。メインに握ってます。こういうことでやってます。ということで、
逆もまた真なりという現実はあるということです。なのでもし皆さんがいろいろ悩んでらっしゃるとしたら、今自分が信じ込んでる何か、見え方であったりスタンスの話もそうですが、よくスヌーカーのフォームというような動画を体験したときに出てくる話がセンターショットの場合というようなことでいきますが、右足がこの直線の下になってウォークインという、まあ、テーマのレッスンがあります。しかしながらこの話についても私はちょっと疑問があるのですが、このウォークインってつける場所というのは、ビリヤードのゲーム中にその場所がかなり少ないと思います。というのは、遠い球に手を届かすときにそのフォームではなくなっています。なので、まあ、ゴルフもそうなんですけども、練習場の平らなところで、基本練習をたくさんしたとして、それはコースに行ったときに、もうコースではもう、地上、地面が、平らじゃないわけですね。山坂の中で、ゴルフ、プレーをしなければいけないわけで、練習場の平らなところの練習というのは基本練習でしかなくて、実際のゲーム、プレイではその基本練習は 10% ティーショットの 10% 程度の回数しか使わないというところです。あとはもう全部応用なんですね。ゴルフでいうとティーグラウンドが平らに見えてても実際に行ってみると、ティーグラウンドでさえ、少し坂になってたり、打ち下ろしの時は少し前が低い、打ち上げの時は少し後ろが低いところで、ティーグラウンドが傾斜してます、微妙に。そんなようなところで、プレイするということなので、ゴルフも光です。基本的なフォームというのは本当に数箇所しか使う場所がありません。ビリヤードも多分そうだと思います。センターショットの位置、で、つけると。ツーポイントのところでつけると。この時だけウォークインというような場所ではありますが、この球がスリーポイント前に行った時に、ウォークインっていう同じ形で行くとこの足がぶつかるはずなんで、多分もうそこではもう使えないと思います。そういう意味では、本当にその基本練習と世の中で言われているものが、使う場面がかなり少ない話になります。あとは応用になります。ということは、まあ、先ほどの話に戻りますが、逆もまた気になるということで、スタンスの位置がこうだよというようなことじゃなくても、いろんな付き方をしなければいけないということになりますから、全くその最初の基本のフォームというところじゃないところでついてる場面がほとんどになります。完全にもう寄せかかりながらついたりしてます。ということで、まあ、悩んでらっしゃる方たちは、あまりにもその基本というところに囚われすぎているというのが、まあ、私が今まで、接してきた若い方たち、後輩の方たち、で、伸び悩んでる方たちというのが、どちらかというと、その基本というところにとらわれすぎているということが多いようです。
なので、この逆もまた真なりという発想の仕方、要するに、どっちがいい悪いじゃなくて、発想の仕方、ね、昔から言われていることわざですね。逆もまた真なりというようなことがあるということ。なので、そういう着眼点を持っていただきたいというのが今日の動画の大事なテーマになります。はい、まあ、もう一度振り返りますね。人差し指側を握っておいて、小指側が緩んで、外しておいて握り込む。外しておいて握り込む。というやり方もあれば、最初から小指側を握っておいて解放する。握っておいて解放する。握っておいて解放する。こっちは逆ですね。それもあるということなんですね。どちらが正しいということをお話ししているわけでもありません。要するに逆もまた真なりという発想の転換の仕方に目を向けてみてください。世界のトッププロが、その教本通りでやってる、やってない方が多いということです。目の話もそうです。顔が顎の下に球があって真正面向いててつくよという基本のお話があるかと思います。でも、世界のトッププロで右目の右頬の下に球があったり、左頬の下に球があったりするプロは多々たくさんいらっしゃいます。ということで、その皆さんが基本と思って信じ込んでる部分じゃないところでやってるプロの方が強いんですね。方が多いんですね。その辺が、その、皆さんが、その、悩んでいるところなのかな、ということで、私は感じたので、この逆もまた真なりという、発想の仕方、着眼点、ということを、お伝えしたいなと思って、今回この動画を作ってみます。はい、次回また、今日はグリップについての逆もまた真なりというようなお話をしました。チャンネルの中に、グリップ考察という、再生リストを作ってありますので、そちらでもグリップについて、おおむね3種類のグリップがありますよというようなことを紹介しています。まあ次回は今度、ストロークの肘の使い方、肩の使い方というようなことの逆もまた真なりというようなお話をまたしていきたいと思っています。はい、ちょっと話が長くなってしまいましたが、はい、最後までご視聴ありがとうございました。